ダンスです。今回3チームに分かれて行っていただきます。そして振り付けチームで考えていただきます。テーマとか、だからどういう感じで作ったんですか、みんなで。私ほとんどのパーティーパーティーパーティー、じゃあ楽しく元気に。そうです、はい、じゃあ意気込みを一人ずつ。パーティーウェイで行くぞ個性全開で行くぞ楽しくエンジョイパワフルパーティー。ダンスはどうですか、いい感じですか。やばいですよ順調です。なんかテーマとかなんかありますか、どうやって考えてるとか。ダンス経験してる人が何人かいるので、その人たちが経験してるのをもとにこの曲調に合わせてやっ。ダンスはどんな感じですかできた苦戦え、ダンス得意な子がこのチームにいる、はい、1人。じゃあみんなを引っ張って2人が。そっかそうだね。ダンス苦手です頑張りますなんかどういう感じのテーマとかある、みんなで一緒に踊る感じかな。ここは可愛いをテーマにしてます。可愛いをテーマに、はい、可愛いと、あとみんな、はい、なんか1人ずつ名前言うから、はい、自分をちゃんと主張しつつみたいな。あ、じゃあ自己紹介もしながらみんなでダンスを。じゃあそれは楽しみに待ってます。一人一人のシーンがあったのがすごい良かったなと思ったんですけど、どうでした、うまくできました。私満足です。私満足です。自信はありますか。あります何点くらいだと思いますか。90くらいはいってるかなでは、A チームの得点発表します。81点です。どうでしたか、予定通りでしたか。はい、バッチリできました。さっき表情って言ってたんですけど、表情もうまくできました。はい、できました。よかったですそれでは得点を発表したいと思います。76点。楽しかったです。短い時間で本当にお疲れ様でした。ありがとうございますB チームの皆さんはどうでした。やりきりました。わかりました。
では最終の順位を発表したいと思います。今回のダンス審査優勝は B チームです。でもそれぞれのチームの皆さんの個性とか、あの一緒に作ったんだなっていうチームワークをすごい感じれたので、すごい楽しかったなと思います。